も知らない世界。まあ、確かにガーリックバターなんかあんなの塗ってくったら誰でもうまいですもん、あんな。だからこの前食ったらなんかの鶏屋もあったけど、結局安いのはあれだけやからな、50円串だけで、あとは別にそんな安いは安くないし。ああ、はい、あとびっくりした。でもまずかったもんな、どの人とって美味しいもんなかったな。もうびっくりした俺、やばいよないのってな。あの、まあ、竹安いからもう行くなら行ってもええねんけど、あの皮串だけ食ってビール飲んでなんかハイボール飲んで、であと1品ぐらい頼んで野菜頼んで終わるぐらいでええな。あとのはつつきながらっすね。なんかがっつりご飯食べるとか、その腹満たす感じじゃないですね。もう飲んで、あれやったらあの後松屋行って飯食って帰った方がいい。確かに。ほんまにほんまにほんまに。あんなとこでなくってもくそまずいわ。確かに確かに。もう分かりやすかったやり方かな。うん。あれはあの飯食ったやだけよ。要は、ね、近所要は、まずい。うん。オペレーション間違ってしょっちゅう違うもん、殺しな。びっくりするわ。確かに。お待たせしましたって、ん頼んでないとか、いや、本数ちゃうでとか、うんうん、なあ、ひどいな、まあ、あんなもんや、たぶんな。今日さっきのまあボンカレーでもそうですけど、やっぱ値段相応はやっぱりそれなりにありますね、どこ行っても。そうや、うん、正しいやで、だって高いとこ行ったら高い理由はあるし。そう、金かけたねえやもん、ほらほら、その高い理由がないとこが世間で言うぼったくりって言われるんですよ。まあ、ぼったくりそのなんか高い理由がないのにわざわざなんか意味わからんこと高いとこは、まあ要は出した金に見合わんけんぼったくりって言われるんですね。あの、いやでも少々のことは言われへんやろ。あ、ほんまに今言うぼったくりはあの恐ろしい何十万とかぼったくりっていうのか、うんうん、でも中には居酒屋に行っていや5000円ぐらい思ったのが、じゃあ3000円ぐらい思ったら5000円とかそれぼったくりっていう人もおるし。だそれは人の解釈やから、その人のレベルで言うたらわからんや、そこはな。ぼったくりがどこまで行ったらぼったくりなんかって人それぞれやったって話ですか。うん、だからかあのそこの基準はようわからんや、うん、だから明らかにこれはこれぐらいやって言うてる。例えばじゃあクラブに飲みに行って、はい、で10万円でした言う時にそれぼったくりで言う人はおらんわけや。ところがガールズバーに行っていきなり1時間後で10万円だったらぼったくりで言う。確かに。だからそれは人の基準やんか。だからね、確かに。だから元の基準しないかったら、例えばあのじゃあ銀座のクラブ行ってない人が座ってなんか1時間おってこうお会計言うたらボトルだけで12万円出したら言うたらボタブリャー言うやん、うん、でそういったら普通の正規のやつやからね、うん、だからそこはあのなちゃうやん。その基準知ってる知ってないでもいろいろ聞かれますね。それはちゃうよな。だからミシュラン取ったらなんとかでな、あの飯食べたら15万円するかもわからないしね、わかんないやな。鉄板焼きってことはどうか。あ、ないです。あ、ホテルとかの鉄板焼きあるやん。あ、ないです、ないです。そう高いけどな、ホみたいに。何でも高いと思うんだけど。鉄板焼きってのはどこでも大体高いんですか、やっぱり。気温は高いな、ああいうとこはな。うん、あの、うん、まあまあ、フレンチとかやってる人がやってるんで、基本的には。ホテルとは特にね、メインの飯屋がホテルの中ではな。フランベとかするやつですか、この目の前では。フランベどこでもやるやんけど、ボランティア書いてもっと燃えとるから、何でもええわ。俺でもやっとったわ。あんなナイスに行ったこと。あのとこ行ったらめちゃくそ高いやん。肉1人前頼んで1万円みたいな。基本はコースで頼むけど、だなんとかコース言ったら1人、まあ、2万5千とか3万円ぐらいコースでな。酒抜きっすよね。うんうん。へえ。そこであれやワイン頼んだりするやん。やっぱこう、ね、あまあそういうステーキ食べたりするわけが、はいはい、まあちょっとまあ、うんなんとかって言うとワインリストブレイとか調子伸びないかだったら すぐにあるな。7万8万になるよ2人行ったらな。なりますやん。なるよほら、なるて調子こっからみんな。まあ、うん、ああいうとこ行って調子こっからない方はおらんぐらい、うん、だからな高いよ。じゃあそれをじゃあなリッツカールトン行って食ったら何もするか知らんから。倍くらいそうなんですかね。行ってみたら怒ってくれる。今度リッツほら取っとくから無理や。リッツのあの鉄板豪邸無理や。相当高そう。なそもそもまずリッツすら行ったことないですからね僕。そう昔結婚式でリッツで結婚式やってな。へえ。うん、俺の知り合いだってな。よかった言ってけど、はい、その時なんかな、ほんでリッツの従業員って、はい、知らんけど、その時女本だから全員決裁権持ってんねん。あーなんかそれなんか10万の20万か当時一人で10万円とかなんかって、だから自分で決めてんねん。
商店さんに使ってお金が10万円ぐらいかな、普通の人で。スペインでなんか頼まれた時にやりますみたいな。で、それをサービスでパッとやるっていう、そういうふうな会社だけど。だから結婚式で調子乗って、もうリッチはそんなのできんねんもってこうやって、結婚式でちょっと見てくれよって、当時タバコ吸うんだよ。ちょっとタバコ買ってきてくれ。使い方間違ってるよ。その10万円の決済金500円ぐらい使ったんですか。いや、金持ってない、1000円渡して、2人お前できねえって言われて、それちょっと、今考えたら大人げなかったなって今思うねんけど、もういかにも貧乏人が分かってる使い方をするというやつで、あのセンスないわって今考えたら、もうセンスなかったな、もう今考えたらね、そんなこともありましたけど、はい。まあだから、まあまあ、あのいろいろ言って、まあね、分かんないんだけど、まあ行くのも面白いんで行ってみたらいいんじゃないでしょうかね。もうそうですね。はい。だから、心理が稼いだら、今度はじゃあ、リッチで食事会をやります。はい。